ジョビンはいいと思うんだけど、はい、ちょっと、雑なゲージの履き方な気がする。あのこのトリガーが終わったら終わりっていうふうに思って、なんだろう、もっと丁寧にゲージを使った方がいい気がする。なんか突進して、バリア使って、みたいな感じで、こうなんか、なくなったら終わるっていう危機感がちょっと足りない気がする、トリガーが。このトリガーでちゃんと倒しきるぞっていう、なんかそういうのがなかったね。ちょっとなんかゲージの使い方が、なんかこう、衝動的に使ってる感じがする。あーって感じで。やべ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 みたいな感じで使ってる感じがするから。もうちょっとこの、後から自分の試合を見返して、どうすればよかったのかっていうのを、考える習慣つけた方がいい。対空がマジで、サマーで裏向きに出たりとかして、なんかどんどん出なくなりましたね。うまい。これ、考えてない時でも組んだけできるんですか？いや、意識を全くしないと無理。あ、やっぱり上さんでもそうなんですね、そこは。うん、僕絶対無理なんで、ちょっと用意してないと。来るなっていう時だけ。ただ意識する、その量は普通の人よりも少ないと思う。ってことで今どうするコンボ？ターゲットの方がいいですかね？やりながら分かんなかったです、これ。どっちが正解か。あ、ターゲット。ターゲット。ゲームできないじゃん。そうですよね。で、G にはこのスピック追っかけ。っていうかね、もっと言うとね、はい。発動しない、俺。マジっすか？だって、当たるかどうかわかんないじゃん。ああ、そっかそっか、はい。うん。絶対発動したい。たまたま当たっているけど、で、この後逆襲頑張ってるよ。まあ、勝ったけど。パニックのミスですね。危ない。めちゃくちゃ危ない。めちゃめちゃ危ないですね。めちゃくちゃ危ないからね。俺は発動しない。そうですね。V ゲージとか持ってた方が多分。そう、特に G 戦そうですよね。V と しのぐがもう大変ですもんね、V ゲージないと。ヒットしてんだったらまだ分かるんだよね。予想でやってば、予想であそこの発動は。そっか、予想ない。ない。あ、絶対奥深いな。で、この状況。はい。この状況では、はいはい、ちょっと待ってね。G 側はもう弾が打とう。むちゃくちゃ強いから。もうめっちゃ連発していいよ、たま。そうで、突然突然でいいよ、たま。で、またゼロになったら、頑張ればいいじゃん。パワーレベル。キレ強いの。まあ、実戦はいちいち引き付け様にした方がいいね。癖つけた方がいい。ネカリで弱小竜で全部落ちるんで、早出しの。ああ、そうだね。ちゃんとやった方がいいっすよね、でもネガイルキャラ変えてるんやし。難しいね。もう俺も結構空振っちゃうから、そうですか。やっぱよっぽど。こうしようねって話。絶対これありえないよって話じゃなくて、まあ、むずいけど意識しようねって話。ちょっとやたら逆に出るなと思ったんですよ。G とか、バーディーとか。あ、バーディーもあった。メモしとこう、ちょっと。ファイナルラウンド。ファイ。これは多分 EX スニークかな、結構あるから覚えておいていいよ。 EX スキルっていうのは結構あるから、あそこに EX スニークで、これ多分 EX スニークなんで、あれ前世代し無理だって流れる、多分無理だと思う。あ、いけるのかな。俺はスニークが間に合わないから多分無理だと思う。なんかスニークもリバタじゃねえな、これスニックでも無理だ。いけるか、ギリギリいけそうな気もしますね。まあ、とにかく、EX だね。はい。ダブル参るから。そんなんだってもうソニック、この弾の打ち合いめちゃくちゃ有利だからね、これ。この状況。ガイルは本当は自分から行かなきゃいけないけど、ね、確かに。で、飛んだ時の多分、リスクも、ガイルの方が高いし。うん。これ落とすったらもう画面端で置き詰めすから、ね。そう。さすがにちょっともったいなさすぎる立ち回り。これ止まれてるけど、こんなんですよ。ねっていう。
これどうなん？これが10点ですよ。やっぱそうっすよね。やっぱそうっすよね。あのね、ちょっと待ってね。はいはい、まず、本当ならここで終わってんだけどね。あ、そうですね。ミスで持っちゃった。本当ならこれになってます。なんで、まあ意味ないんですけど、これはですね、はい、やっちゃうかもしれない。俺もこういうミスやられちゃうかもしれないけど、はいはいはい、採点するとしたら相当低いけど。もう勝てないもんこれ。そうっすね、もうこれじゃ最低クッスル。はもう削られるでしょ。大体。僕正直でもあんまり分かってないけど、もしかしたら終わるかなと思ったんですよ。終わらん可能性もあるけど。なるほどね。あ、そうかそうか。うん。うん、ダメだ。エムさんどうします？中足もし当たって発動。まあ中足当たらない。中足発動しない。ソニック発動。あの冷静だったらね、冷静だったら、もちろん 俺もなんかテンパっちゃって発動しちゃうことあるだろうけど、はい、で、はい、CM で言っちゃうこともあるだろうけど、はい、冷静だったら中足発動しない。もしくは中足発動して大足。大サマーじゃないですか。あ、大サマー、あ、大サマーか。うん、大サマー、うん。で、ゲージは持っとく。弾が弱くなって打つ量を減らした。弾が弱くなったって、何がどこが弱くなった？打つ量を減らしたって言うけど、前から打ってなかったよ。ちょっと待って。どれぐらい弱くなった？弾は前から全然打ってなかったよ。俺、その G 使いに対してすげえ思ってた。これなんで弾打たないんだろう。結構前から言ってますね。それ、うん、結構前から言ってる。めちゃくちゃ強い球だ。パワーアップしたらマジで強いですよね。マジで強い球だからなんで打たないのって。どこだ。増えたね。全然しなかった。どれだ。飛び道具の表記は分かんないな。エクスプロージョン違うよ。バーストじゃないですか。バースト。ああ、これか。硬直がレベル1が弱くなってんだ。あ、いや、2も弱くなってる。ん？どこ見りゃいいんだ。ジャック G バーストレベル2ってところかな。あ、ほんとだ。隙が増えてるんだね。まあ、隙が増えてる。ああ、確かにちょっと弱くなってるね。いや、でも打つんじゃない。でも打つと思うよ。この程度。てか、あんまり関係ない。なんだろう。見てから飛べないから同じことなんだよね。これ例えば見てから飛べるユリアンの球とかなみたいな感じだったら、見てから飛ばれちゃうから危ないんだけど、どうせ見てから飛べないちょっぱやの球だから、であれでババンババンって打つと一時的にだけど、本来ならずっと G がガエル側に寄っていかなきゃいけないっていう、まあ、不利な戦いを強いられるわけだけど、レベル2になった瞬間にガエルから行かなきゃいけないっていう絵を作ることができるの、一応。うん。なんかその、で、もっと言うと、その、だからさっき川野が言ってたように、そのキープをしないんだったら、置き攻めでよくねっていう話。うん、わざわざその置き攻め拒否してまでレベル2になってるのに、うん、その後また体一つで突っ込んでいくっていうのは、いや、それは命いくつあっても足りんよっていう。どっちかにしないといけない。2にして球を打つか、打たずに置き攻めいくか。置き攻めいくんだったらすげえ説得力がある、一貫性があると思うんだけど、うん、で3にはしない方がいいと思う。球が打てなくなっちゃうから逆に、うん、って感じかな。